沖縄県立、開き国中学校、高等学校は、沖縄県島尻郡ハイワル町アザ新川にある、県立中学校、高等学校、併設型中高一貫生徒も学校。国を開き世界に羽ばたく、21世紀に向けた人材の育成を目的として、県内で、初めて理数科、英語科、芸術科の三学科を設置し、1986年に、 開校した。2002年度よりスーパーサイエンスハイスクールに指定されており、年1回 SSH 研究発表会として、当校の理数課全員による研究発表が行われていた。2016年度より中学校を併設し、中高一貫校となった。中高ともに通学区域は県内全域である。高等学校の生徒は、寮の利用が可能だが、 中学生については保護者の元からの通学が原則となる。中学校は1クラス40名の募集。2019年度より二クラス80名の募集。現在は志望区域は県内全域であるが、玉日高校の開校当初は、本島中部在住の生徒がこの高校の理数科に通うことはできなかった。また、31期より、 学科改編が行われ従来の理数科と英語科は学術探究科へと統合された。以前は春季にも講座が行われていたが、現在は行われていない。ただし、これらの講座は出席日数にはカウントされない。志望区域が県内全域になっているため、遠隔地から進学してくる高等学校生徒のために学校の隣に学寮を設置している。名称は、生蘭寮。 利用している生徒は主に沖縄本島北部、宮古、八重山などの地域である。名前の由来は、青は藍より入れて藍よりも青死から来ており、死を超える逸材の排出を願って名付けられた。なお、2018年度頃に宿舎の打ちっぱなしだったコンクリート壁にペンキが塗られたが、その色は青ではなくベージュであった。寮から学校までは、 徒歩1分圏内2021年4月1日に、那覇バスにより19番、首里駅循環線が開設。平木に中学、高校前バス停が設けられ、最寄りバス停となる。首里駅より徒歩15分、または、下記那覇バス19番に乗り換え。ありがとうございます。